はい皆さんこんにちは数学講者の下島雄一郎ですそれではですね、えー、第二百七十回二級二時、えー、問題六こちらの方を解説していきます、えー、これなんですけれども問題六は必須問題でございますでなおこの検定はですね、えー、平成二十七年七月十一日土曜日に行われた検定でございますはい今回問題六必須問題はですね実は確率ですね。えー あのー、この問題をちょっとやっていきたいと思います。ではいそれではいきましょうまあ問題文からいきますね。これこ,1こ,2これは両方、えー、まとめてやっていきます。はい 1>, えー、1から4までのですね、えー、書かれたルーレットがあり、それぞれの数ので数が出る確率は下の表下の表のようになっています。まあ下の表というのはこの表ですね。でこれは問題文に記載されております。はいこのルーレットを回して出た数を得点とします。 2回ルーレットを回した時の合計点について次の問いに答えなさいということですね。だからルーレットをまあ2回回すということでございます。はい。括、え、弧、ー、1番、合計点が7点になる確率を求めなさい。この問題は解法の過程を記述せずに答えだけを書いてください。一応説明はいたします。はい。括弧2、合計点のうち 起こる確率が最も高い点数は何点ですかまたその確率も求めなさいということですねはいさあ、えー、ルーレット2回回すということですよねでちょっとこちらの確率見ていただきますとまあ1が出る確率が10分の4 2が出る確率が10分の3 三が出る確率が十分の二、そして四が出る確率が十分の一ですよね。だから、イメージとしては、こういうイメージを持っていただければと思うんですね。あのルーレと、まあ、円形のものがありまして、それが、まあ、区画が十個区分けされてるっていう感じですよね。で、その区画が十個くわ区分けされた中にですね。一って書いてあるのが四名あり、二と書いてあるのが三名あり。三と書いてあるのが二名あり、四と書いてあるのが一名あると。そういうイメージを持っていただければと思います。はい。 ででは問題ですね括弧1番合計点が7点でございます7点になる場合っていうのはじゃあどういう場合かっていうと、まあ、2回ルーレット回すわけですから1回目に3が出て2回目に4が出ればいいですよね。もしくは1回目に4が出て2回目に3が出ればいいわけですよね。 で、これ、両方とも確率としては同じですよね。で、さらにですね、この問題の大事なところって、何かっていうと。一、えー、回、ルーレット回しました。で、再度、ルーレット回しますので、もちろん、一回目と二回目っていうのは、これ、独立になりますよね。あの影響を及ぼしませんから、独立ということになります。はい、それを考えていきましょう。そうしますと、七点の場合っていうのは。まず、一回目が三で、二回目が四、もしくは一回目が四で、二回目が三。その確率ですよね。ですから、まず。 一回目が三で二回目が四が出る場合、これじゃあどうなるかというと、まあこれは十分の二独立ですので十分の一をかけてあげればいいわけですよね。そうしますと十分の二かける十分の一と、まあこれちょっとちょっと百分の二しておきますね、百分の二とね。はい、えー、もう一つは一回目が四で二回目が三とこのタイプですよね。そうするとこれ十分の一かける 10分の2とやはり100分の2ですよね。はいそしてですね1回目に3が出るって2回目に4が出る事象とですね1回目に4が出て2回目に3が出る事象ですよねこれ全く敗反ですよね別のことですから敗反ですからこの2つの確率を足してあげれば OK ケーとということですね。はいそうしますと7点の場合っていうのは100分の2プラス。 百分の二ですよね。ですから百分の四ということで出てきます。はい。もちろんこれ約分してくださいね。はい。二十五分の一です。はい。これですね。はい。二十五分の一ですね。これは答えということになります。よろしいでしょうか。はい。えー、まずこれはですね。七点の場合ですから三四。4 かもしくは四三ということでですね、えー、考えていただければと思いますはいそれではですね続けて二番いきましょうこれちょっとね、えー、それぞれちょっと調べていきましょうかはい 括弧二番いきましょうか。はい、合計点のうち起こる確率が最も高い点数は何点ですか。またその確率も、えー、求めなさいということですね。はい。ですので、まず、二回振りますので、ルーレット二回投げますので、えー。考えられる点数っていうのは何点かというと、最小点数っていうのは一回目も二回目も一という二点ですよね。これが最小です。で、最大点数っていうのは一回目が四で二回目も四ですから、これ八点ですよね。ということは、えー、ここで起こる点数。 っていうのは2点から8点になるわけですそうすると2点から8点までのそれぞれのですねまあ確率を求めてい,、えー、いけばいいといった形になっていきますよろしいでしょうかはいですので可能性としては2点3点4点5点6点7点8点の7パターン調べるということになっていきますはいではその7パターン調べていきましょういきますよはいまず2点の時ですねはい 2点の時ははいこれは、えー、1回目も2回目も1ですからこのタイプしかありませんですから、えー、10分の4の2乗ですよねまあ10分の4かけ10分の4でいきましょうかそうすると100分の16ですねちょっと分母はあえて100分の2しておきますはいまず2点の確率出しましたさああと3点からですね、えー、8点まで同じようにやっていきましょう3点いきましょう はい3点の場合っていうのは1回目が1で2回目が2もしくは1回目が2で2回目が1その2つしかないですねそうしますと10分の4かけ10分の310分の3かけ10分の4ですのでそうすると10分の4かける10分の3をまあ2倍してあげればいいですねはい行きましょうそうしますと10分のはい10分の4かける10分の3。 これ2倍します。そうすると3点の場合は100分の24と出てきましたさあよろしいでしょうかでは続けて4点いきましょうさあ4点になる場合っていうのは1回目が12回目が31回目も2回目も21回目が3で2回目が1この3パターンございます。そそうしますと、れを調べてい いきましょう。そうすると一回目が一二回目が三と一回目が三二回目一はこれ同じ確率になりますので十分の四かける十分の二それを二倍してあげます。で一回目も二回目も二が出るっていうのは十分の三かける十分の三ですね。それをやっていきましょう。そうしますとはい十、えー、分の四かける十分の二これを二倍ですね。そしてあとは十分の三かける十分の三ですね。 はい、これ計算しましょう。そうしますと、四掛ける二掛ける二ですから十六ですね。差算が九ですから、えーね、からこれ百分の二十五です。はい。さあ、この時点で一番今点数が多いのは四点ということ,ことになりますよね。はい。同じようにあと五点から走っても調べましょう。いきます。五点ですね。次は。はい、五点の場合は一回目が一、二回目が四。 え一回目が二、二回目が三、え一、ー、回目が三、二回目が二。一回目が四、二回目が一っていうタイプですよね。で一四四一は同じ確率です。それから二三三二は同じ確率です。ですから、はい、こうなりますね。十分の四かける。十分の一。これ二倍ですね。そして。十分の三かける。十分の二、同じく二倍ですよね。 それで計算ししていきましょうそうするとはい100分の8プラス、えー、2人が資産12ですから100分の実はこれ20になりますね。はい、100分の20と出てきます。はい、さあ同じように678とあと調べましょう6点は。はい6点の場合っていうのは1点。はい 1>, 1回目が22回目が41回目が42回目が2あとは1回目も2回目も3という場合ですよね。ですから2442は同じ確率です。ですから10分の3かけ1 0分の1これは2倍です。そして10分の2か1 0分の2ですね。で計算しますとこれ100分の10です。よろしいでしょうかはい で7点はこれこ1で出てきましたよね7点ははい1より、まあ、100分の4にしておきましょう、はい、そしてあと8点ですね最後8点はもう1回も2回も4しかありませんから10分の1の2乗ですね はい、100分の1ということで出てきますさあそれぞれはい、各点数調べましたそうするともう答え出てきましたよね答え一番大きい確率はこれは4点ということになりますその確率っていうのは100分の25ですけどこれは約分しないといけませんですから以上よりといきましょうかはい、えー、以上よりはい4点ですねそしてその確率は えー、100分の25を約分して4分の1ですねはいこちらが答えですはいよろしいでしょうかはい括、えー、2に関しては各点数それぞれですねきちんと確率を出してくださいまああのー でパッと見で確かにですね分かるっていう場合もございますけれど一応これ記述の回答ですので、えー、も起こる確率が最も、えー、高い点数は何点かまたその確率を求めなさいですからこれはきちっとですね2点から8点まで起こりうる点数に関しては全て調べてください。全て調べたた上ででそのの確率がが番大きいのが4点だったわけですよねなので4点でその確率が100分の25すなわち4分の1とこういうふうに持っていってください。よろしいでしょうか はいそれでは一通りですねもう一回ちょっとやっていきましょうまず1番からは1回目が32回目が4の場合と1回目が42回目が3の場合ですからそうしますと独立ですから10分の2かける1 0分の1足すことの10分の1かけ1 0分の2まあそれを計算してあげれば OK なわけですよね。で計算するとこれ100分の4になるわけですす約分分してのででねこれは答えでございます。 はいそして括弧2番ですねはい2点から8点まで起こり得る点数すべての確率を考えますはい2点の場合は1回も2回目も1ですね3点の場合は1221ですよね1221っていうことでこれ2倍ということですねはい4点の場合は133122ですねはいこの2倍は1331ですでこっちっていうのは22の場合ですよねはい5点っていうのは1441これで2倍 二三三二で二倍ですね。なのでこれが一四四一のパターン、こっちが二三三二のパターンですね。六点は二四四二三三ですよね。はい、えー、こちらが十分の三かけ十分の一かけ二が二四四二。 そして十分の二かける十分の二が三三ですね。で七点はこれ七点は先ほどやりました百分の四これを使います百分の四。で八点が十分の一かけ十分の一で百分の一ということですね。であの当たり前のことですけどこっからこ,こまでの確率絶対足したら一ですよね。それは当たり前ですよね。あのー、ここ百分の四十六十五八十五九十五九十九百となりますのでここから 2点から8点までのこの確率全て足したら絶対1になるのでそこはあの気をつけてくださいねこれ1にならなければどっかで計算メッセージしてるんです、ね、疑いがありますのであの確率にですねあの各確率の合計がですね1になるようにえ注意してください。はいでも求めるのはですね最も高い確率ですからその点数は4点と。でそして一番高くて100分の25すなわち4分の1といった形で答えが出てきます。はいいよろしいでしでょうか はい、そしたらですね、第二百七十回二級二時問題六解説の方終了いたします。ありがとうございました。